はい、来ました。ラーメン藤丸さん平塚店ということで、こちらは二郎系ラーメンっていうものになるんでしょうか。こちらのラーメン、マシ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 、言い方が全然わからないですけど、はい、デカ盛りがあるということで、食べて行かせてもらいたいと思います。はい、お待たせしました。ありがとうございます。油と取り方がすごいむずい。おお、すごい。もうだからチャーシューなのか油なのかが分からない感じになってますね。豚カス油って言うんですか。一応それだけでも単品で頼めるようになる。あ、そうなんですね。豚カス油ってやつで、はい、ありがとうございます。お、めっちゃ味濃い。うん、うまっ。うん、ごめんなさい、これってあの上のチャーシューを先に食べてから麺を食べるのがいいんですか。いや、まあ別に特に決まりはないです。途中から麺って取りに行くぐらいですか。まあそうですね、うん、まあ結局だから肉をちょっとさばいていくしかないさばいていく感じですかね。わかりました、ありがとうございます。はい、まあ、ある程度減らさないとあの混ぜることもできない。確かにそうですよね。濃さと野菜のちょっと 薄さがめっちゃちょうどいい。入れただけでとろける。
まだちょっとチャーシュー崩さないときついな。すっごいこのチャーシューむっちゃくちゃ美味しい。ホロホロだしブルンブルン。大丈夫ですよ、はい、一応食べ方のオプションとしては、あ、はい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 、生卵とかもあるんで、うんうん、ええ、生卵を別で頼んで、はい、すき焼きみたいにそれに生卵に麺をつけて食べるみたいな。ああ、そんなのもあるんですか。はい、それはじゃあ最後ら辺で麺がちょっと余ってきたらみたいな感じ。いや、皆さんあの最初から頼んで、まあ、使うタイミングはそれぞれかもしれないですけど。そうなんですね、それもあるんですね。はい、あ、わかりました。生卵とさっきその上に乗っかってた豚かさぶだったやつも別に頼んで、これもあの別の容器に出すので、それに麺つけて食べてみて。そっかそっかそっか、じゃあこれで足りなかったら、まあ、足して食べるのも、まあ、わかりました、ありがとうございます。プラスいくらとかじゃなくて、これはここら辺は無料です、はい、ああ、そうなんですね、わかりました、はい、ありがとうございます。とりあえずチャーシューは1個残してきましたよ、やっと。うまく天地返しができませんでした。汁はこんな感じですね。麺がある程度減ってきたら下側からこうやってすくう。そうすると味がしっかりついてめちゃくちゃ美味しい、より美味しい。
出てきましたよ、藤丸。この下から起こして、これくらいになるけど、最後まで残しておいたチャーシュー一枚が鬼でかいね。汁が残ったのでご飯を頼みましょう。あ、ください。たま、あ、卵じゃあ。いくらですか？あ、いいっす、いいっす。あ、マジですか？あ、ありがとうございます。ご飯頼んだら、これ豚なんていうんですか？豚カス、豚カス油です。豚カス油、ありがとうございます。卵。ご飯で食べても美味しいんで。あ、ありがとうございます。これすごいなこれ。やっぱこれをご飯にね。ほう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 。うん。豚カツがめっちゃ濃いんだ。すっげえうまい。初めて食べるご飯。もうもはや食べ方が分かんなくなってきた。これこれ。口に全部いっちゃえばいいか。ほうほうほう。いいですね、これこの上に卵をのければな。おお、めちゃくちゃうまい。いや、ニンニク効きまくってますあ、大丈夫です、ありがとうございます。すっげーうまい。これは、うん、余裕ではないですけど、まだ全然めちゃくちゃ美味しい感じのレベルで、はいはいはい。シュンタ防具で調べるとできますので、はい。大手からお客さん。あ、練習マス。あ、そうですね。練習マスでもやりました。はい。こちら3番アイラヨーカの5番の。うん。卵かけご飯とか味噌汁ご飯とかあるじゃないですか。今まで食った中で一番うまい。一番悪魔的ですこれ。というわけでラーメン藤丸さんにお邪魔して、藤丸さんで一番大きい、メニューを頼ませてもらいました。今話を聞いたところ、これからすり鉢メニューを出すということなので、ちなみにこんな悪魔的な罪悪感たっぷりのご飯初めてですわ。カス油と米の相性の良さ、これはやばい。めちゃくちゃ大満足でした。